はい、どうも皆さん、こんにちは。ギマです。じゃあ、今回はですね、タッチデザイナーを使ったプロジェクションマッピングの方法、これを説明していきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ、まずタッチデザイナー開いてもらって、映像を、何でもいいので入れてください。はい、ここから始めたいと思います。はい、で、一応これにつないでおきましょうかね。はい。しまった。はい、こんな感じで置いておきます。でですね、いつもはここからこうやって選びますよね。オペレーターを選んでこうやってつないでプログラミングして、次の映像へってやるんですけど、プロジェクションマッピングがですね、ここから選びます。パレットっていうものがあるので、パレットのツールですね。この、パレットのツール。をクリックしてもらうと、結構いろんなものがたくさんあってですね、この中に簡単マッパーというものがあります。はい、これを使っていきたいと思います。はい、これですね。で、これを出すとですね、オープンっていうところがあるので、ここをクリックしてください。これですね。これがオープン。はい、そうすると、こういう画面出てきます。はい。で、適当に、一つ面を作ってもらって、で、投影したい映像をこのテクスチャー、ここですね、ここに入れます。はい。で、このままではまだ映像出ないので、ここをチェックしてください。はい。そうすると、こうやって映像が出てきます。で、これでマッピング。まずこのツールのこのボタンをクリックすると、こうやって移動することができます。で、ここをクリックすると、このポイントを知ることができます。はい、これですね。で、細かい、マッピング、四隅だけでいいんだったらこれでね、いいんですけど、もっと細かいマッピングするときは、これですね。これをクリックすると、この横に線を引ける。で、これをクリックすると縦に引けると。で、この、その必要な分ですね、こうやって線引いたら、このグリッドをクリックしてください。はい、そうすると、こうやってこのポイントで、ポイントを増やしてですね、もっと細かく、マッピングすることができます。こういう感じですね。はい、で、もう一個、面を追加したければ、これちょっと小さくしますね。もう一個面を追加したければ、もう一個こうやって、やってここに入れればいいんですけど、せっかくなので、もう一個これですね。こういうのもあります。これは適当にその形に合わせてクリックしてですね。で、これを同じようにここに入れます。はい。で、チェックします。そうすると、この形で映像が投影されますね。で、このまま、この形でプロジェクションマッピングすることができます。はい、で、もう一つですね、よく使うのは、これクリックして、エディットテクスチャーというところをクリックします。はい。そうすると、こういう画面が出てきます。これでですね、画面ながらがいいかな。これでですね、ツールがまた2種類あるんですけど、これですね、ちっちゃくなるかな。いいね。はい、ちっちゃすぎるかな。これですね。で、これで、こうやって、どの映像を使うかですね、選ぶことができます。例えば、この映像はここだけでいいやとか。で、ここが変わります。で、これは四隅でこう、もっとこの辺からみたいなこともできます。こういう感じですね。はい。これはグリッドを引くことはできないんですけど、この4つのポイントと、これですね。これで、移動することができます。はい、こんな感じです。これは消して大丈夫ですね。で、プロジェクターにつなぐ方法なんですけど、このウィンドウオプションというところをクリックしてください。でですね、前回やったとき、VJ システム作って、その映像をこのディスプレイなり、プロジェクターなりに投影するときに、ウィンドウというものをオペレーターですね、使ったんですけど、それの同じような画面出てきます。で、設定変えるところも一緒ですね、ここ。ここを、1番、2番、0はメインになるので、1番。この画面を1ですね、ここにして、で、全画面ですね。
これにして、で、まあ、ボーダーのオフかオンか、まあ、その方がいいですよね。になります。で、前回ここでオープンってやると、まあ、投影っていうか、まあ、ディスプレイの画面に映像が行きますよって説明したんですけど、今回これ、この簡単マッパーでこれを押すとですね、なんかバグる時があるんですね。なんで、ここまで設定できたら一旦閉じます。こっちの方がいいですね。ここをクリックします。そうするとこういった画面出てきます。で、今こう、なんか、線引かれてますよね。これを選択されてる状態なので、まあ、この辺を何もないところクリックすれば、これは消えますね。で、このオレンジ色のバー、この十字キーが画面外に出れば、消えます。まあ、このままクリックして、こうやって移動させることもできますね。まあ、これでマッピングしてから、クリックして、こんな感じですかね。はい。で、エスケープですね。押せば、こうやって元に戻りますので。はい、こんな感じですかね。で、これはタッチデザイナーを使ったプロジェクションマッピングの方法ですね。はい。まあ、ここにまた、つなげば、また、その、歪んだ映像、マッピングした映像を出すこともできますので、これはこれでまた何か使えるかもしれないですね。はい、こういうこともできます。で、もう一つは、これは一旦忘れてもらって、これはまあタッチデザイナーの中でマッピングする方法なんですけど、もしもこれが使いにくいという場合ですね。ここから、サイフォンアウトか。アウトですね。はい。これで、サイフォンアウトっていうものを飛ばすことができます。これ Mac だけな、Windows も使えるんですかね。ちょっとまあ試したことはない。僕、マップ使っているんですけど、このサイフォンっていうもので、別のこういったアプリケーションに映像を飛ばすことができます。で、マットマッパーっていうプロジェクションマッピングの、専用のソフトなんですけど、このサイフォンにつなぐと、このサイフォンにつないだ映像がここで、出てきます。こうやってね、サイフォン。ここをクリックすると、同じ映像が出てきます。まあ、ここで、まあ、普段ね、このマットマッパー使っている方もいらっしゃると思うので、マッピングはこっちの方がやりやすいのであれば、こっちの方がいいかもしれないですね。まあ、こういう単純な映像であれば、こういうタッチデザイナー使う必要もないんですけど、なんかこうエフェクトかけていろいろやったものを最終的にサイフォンにつないで、で、まあ、マッピングだけはサイフォンでやるということもできます。あ、サイフォンじゃない、マットマッパーですね。サイフォンにつないでマットマッパーで、マッピングはするということもできます。まあ、このマットマッパーの使い方もですね、また、紹介してますので、そちらも確認してみてください。はい。じゃあ、プロジェクションマッピングの方法は、これぐらいかな ?iPhone と、簡単マッパーだから、これぐらいですかね。はい。じゃあ、今回はこれで終わります。ありがとうございました。